友人感謝していただきます。また左肩痛めた、畑で。なんだったっけ、あの芋。食わず芋ぶん投げたら左肩痛めたね。久々に激痛でしたよ。こういう動き、こう、クッと止める動きがやばいね。こう左手でやったんですね。でかくないですか、これ。切られちゃうんで。ちきら。これね、収穫まだ早いんですよ。これ黄色になって食べる。黄色になったら完成なんですけど、なんでまたこれ収穫したかというね。いろいろ調べたら、ここからでも熟成できることが分かった。もちろん、その場で木のままで熟成させてもいいんですけど、なんか、プロの農家さんは、その赤くなってからスーパーに持っていかないと。まあ、言ってる人はね、持っていかない。熟す前に持っていってる途中で赤くなっていくっていう、おお、なるほどなと。まあ、それをちょっと真似てみようかな。20度以上あれば、熟すらしい。それを、まあ、本当かどうかちょっとやってみようかな。まあ、トマトはいくらでも実をつけてるんで、まあ、これで失敗したらまた失敗していい例かなと思って、まあ、成功したら成功した。これは黄色いんですけど、まだちょっと硬いですね。まだ、このまま置いといてみよう。これだけ見事になると気持ちいいね。見事でしょう。ぶどうみたいじゃない、これ。もう見てるだけでなんかこらい、こんな見事になんのかと。やばくないですか、これ。綺麗でしょ。なんか、でかいしね。ここにちっちゃいの。これは丸っこいね。こっちはなんか、長細い。形がほら、全然違うね。こうなんか理由があるんでしょうね。こう形になった理由が。なんかこうほっといたら長くなるのかな。あ、でもこれ、あ、取れた。これね、取れてるでしょ。これね、下に落ちてた、地面に。なんで落ちてたのかわかんないけど。落ちられない。
膝の上にジャンプしてきなさい。ああ、俺にジャンプして真面目に痛いのかな、どうやろ。これチョコレートとワインって合うね。トマトっていきたいとこ、すっごい。俺ね、そんなトマトね、そんな好きじゃないけどね、感動しますよね、これ見てると。こうやって実をつけるっていうのを、なんか自分の目でこう見ていって、育っていって、見てるわけな。最初だからこう花からこうどんどんちっちゃい豆みたいなついて大きくなっていった。それずっと過程を見てるから、すごいなと思うね。こんだけじゃなくて、ものすごい身につけてるの。他のこう枝からパッ、こうパッみたいな。なあ、ギラが。すごいな。こうやってみギラが、はい、頭に。ポン。なんかでも、まだ、青臭いっていうか。まあ、赤くなっても青臭いのかもしれないよね。わかんない。置いといてみた。こう、外でね。バナナみたいにぶら下げといてみよう、これ。なんか、ヘタの部分を下にしといた方がいいみたいな。これが完熟していくと柔らかくなっていくのかな？これはなんで落ちたんでしょうね。まあ、風はかなり強かったな。美しい。虫が寄りつかないのかな？めっちゃめちゃ綺麗ですもあ、これ見て飲めるね。ヘタってこう上にこう。下にこうじゃないですね。ナスみたいにベタってこう身にくっつくみたいな。これなんか上にバッとこう。ヘビメタみたいな頭して。君は忙しいなぁ。うわ、泣いてるやん、またこれ。君。泣いてるやん。れで100。今日でパパイヤん？十。18。で、今日6個買うはずがなくて3個しか買えなかった。21本。21本が、苗で買ったやつ、JA、浜比嘉は置いといて。ね。ね。
それ以外に埋まってんのは、ハワイのパパイヤですね。あれが、12、19、20、21、22、23、24、25。多分もっとあるけど25。25プラス、だ40本から50本ぐらいか。今、10してんのが。パパイは強いけど、今ね、ほとんどの、ほとんどのモリンガが枯れ出した。ほぼ。枯れてんのか、なんつうのかな。黄色くなった葉っぱが、やばい状況ですね。で、まあ、いろいろ調べたら、出てくるんですね。モリンガの葉っぱが黄色くなるっていう状況がすごいいっぱい出てて。まあ、有力してみて思うのは、気温が足りない。植える時期の間違いだ。と思ってるんですけど、30度前後ないと勢いが増さないような気がする。一応書いてたんで、ね。だから、今20度切ってるんですよ、また。ある一定の温度、ある一定の大きさまで行けば多分行くんだろうと思うけど、もうこんなちっちゃいのはやっぱ弱いじゃん、人間と一緒で。だから、モリンガはね、植えるんだったら本当やっぱ俺が思うに30度前後なのかなって書いてた人いるから、やっぱそういうことかなと。もちろん20度で発芽はするんですけど、まだわかんない。黄色くなったけども、そっから枯れてはいないんですよ。黄色くなって、でもかなりやばくはなってる。ほとんどね。ほとんどです。あれだけの量のモリンガが。地植えしてるやつも全部。ポットに入ってるやつもほぼ全部。まあ、いい勉強ですけど。まだ種が、500個ぐらい追加で準備してあるんですね。500ぐらいある。500ぐらいあるけども、500あるけど、まだやんない。次は、わかんない。何月ぐらいになって暑くなってくるのかちょっと覚えてないけど、やっぱ25度から30度ぐらい、25をもう毎日、一番低くても25なった時に、まだポットをバーッと増やしていく。まあ、それまでにその黄色の葉っぱがどうなっていくのかっていう、状況もすごい気にはなるんですよね。復活するのか枯れていくのか。で、最近虫に食われだした。何の虫が食ってるのか分かんないけど、おそらく、カタツムリじゃないんじゃないのかなって俺の中でなんとなく思うんですよね。ちょっと雨が続いたのがあって、カタツムリかなと思ったけど、なんか毛虫っぽいような気がする。荒らされてるとこはかなり荒れてるね。うまいな。なんか、ガキの頃はワインとかね、まあガキっつってもまあ20代ぐらいの時とかね、
ワインってそんなにって感じしたけど、今なんかもうワインが美味しく感じるね。血管みたいにほら、セクシーでしょ？ほら、血管みたいに見えるじゃん、中が。こうセクシーじゃないですか。こう、熟すものが置いとく。こう、吊るしとこうか、こうやって。なんかネットではこう、ヘタをこう、下にして向けといた方がいいって。なんでか知らんけど、書いてましたね。これ下に。で、こうやって置いといてもいいけども、こうやってかけとこう。こうやってね。ぶどうみたいでしょ。ぶどう作りたくなったもん、俺。まあ、あそこじゃ無理でしょうね。なんかもう、問いっぱいですしね。その前に、作れる環境じゃないのかもしれないしね。暑いでしょ。なんかブドウってさ、なんかこう、俺の勝手なイメージですけど、ある程度寒くなきゃダメなのかな、みたいな。寒くてなんか、ね、なんかブドウを作ってる場所って言うとなんかこう、イタリアみたいなイメージが、なんかこう、勝手な想像ですけど、あるんですね。まさかモリンガが全滅する。まあ全滅と言っても過言じゃないね。まあでもいいよ。まあ良くはないけども、まあ良くはないけど、その後復活するのか、そこもすごい気になるんですね。俺はね、すごい失敗を見ていきたいんですよ。いろんなこと。だからこうやってさ、失敗を見たいがために、こうやって成功、なんていうの？その教科書通りにあんまやりたくないタイプっていうの。失敗していきたいというか、いろんな失敗例をいっぱい見て、なんかネギ収穫してくるの忘れたな。まあいいや。いろんな失敗例を見て、こう、まあ失敗してる余裕はないですけどね。まあこういう、こう、まあ、モリンガほらもう生やしっぱなしにするから、まあ別にいいんですけど、もう失敗してる状況じゃないっていうのもあるよね、パパイヤとかね。あれはもう成功させなきゃなっていうのは。だから今日もパパイヤ見て、周りの雑草をちょっとあと刈ってね、見えるようにして、肥料をまいて、で、また、刈った草を、こう周りにかけてマルチしてみたいなことやってきたのかな。まあそれが合ってんのかどうかわかんないけど、まあ生えるでしょみたいな。まあ実をつけさせるには、まあ適度な肥料と水ですね。もうそこでしょ多分。俺はそう思うやん。もう性格上ね、あんまり細かくいきたくないよね。なんか大雑把く。だから今日言われても近所の畑のおじさん、まあよく知ってるおじさんにね。これから来るよみたいな。これから来る？何が？っつったら。何が？っつったら。雑草生えてくるよとか言って。ああ、雑草ね。刈らなきゃとか言って。オッケーオッケー、買います、買いますって言ったんですけど、まあ、買ってないですよね。まあ、あまりひどいとこは買いますよ、もちろん。買うけども、ジャングルから迫ってくるから、そこは買ったりはするけども、畑上はそんなに刈らない。まあ、そんな、なんかね、こう、雑草でもいろんな種類があって、もうこんなもう、わっさーなるやつとかあるんですよ。根っこがガッチリみたいな、そういうやつらは引っこ抜くけども、ちっちゃいやつとかも放置ですね。なんかもう、まあ、めんどくさいっていうのはあるよね。めんどくさいし、だってもうやってもやってもキリがないから、まあ、それもあるし、まあ、自然農法的なことでやっていきたいな。まあ、楽でしょ、その方が。まあ、地球にも優しいしね。やばい こう、もう、毎日見てても楽しみができたよ、こう家で。皆さん楽しい一日、安全な一日。
1分1秒大切に、残り限られた人生を地球のために使ってください。